1932年ロサンゼルスオリンピックは、1932年7月30日から8月14日まで、アメリカ合衆国のロサンゼルスで行われたオリンピック競技大会。開催招致に際し、ロサンゼルス以外に立候補した都市がなかったので、無投票で決まった。1929年10月の世界恐慌の影響で、選手及び、 役員の派遣を見送った国が続出して、前回大会の約半分にまで減り、失業者たちがスタジアムに向けてデモを行ったこともあった。開会式で日本選手団の馬術選手は当時騎兵症候しか参加資格がなかったためユニフォームを着た他の選手とは別に軍服姿で入場行進をしている。障害飛び越しの西と裏のすこの大会では、 サッカー競技は開催されなかったが、その理由は、大会前年に IOC が選手が競技会に参加する場合に休業保償をしないことを決めたにもかかわらず国際サッカー連盟が保償を行い、IOC の決定に反した行為を行ったためであった。三段飛びの金、南部、銀、スウェンソン、銅、 大島優勝の挨拶をする100メートル自由形、宮崎競泳800メートルリレー。左から横山、豊田、湯座、宮崎1500メートル競泳。金の北村と銀の牧の、ありがとうございます。